れ、これがシャーシャー言うもと、そうですね、うん、これ、まあ、ネズミが出ないんだったら外しちゃった方がいいなってうん、いうふうに思うんですけど、外していいよね。ネズミ、うん、ネズミ、はい、うん、それはないわ、ね、外します。そんな簡単に外せるものなんですか。まあ簡単ではないですけど、うん、外さないと結局2つのペダル使えないんで。ネズミ用語なの。そうなんです。あ、そうですか。はい、はい、取っといていただいて。ネズミはまだ1回も、ね、出たの。はい、ネズミ出てるピアノでしたら、あの中に糞とかあと巣の跡があるんで、ね、そうだね、うん、それはないですか。はい、ないです、うん、よかった。ホコリだらけはホコリだらけだけどね。うん、外れないものかと思ったら寒いよね。いやだから今それあのファンヒーターつけようと思って。あの私は大丈夫ですか、うん、ありがとう。あったんですね。でも、うん、多分誰か調理中の人が勧めたんでしょうね。つけた方がいいよって言って、うん、営業、うん、ちゃんと取り付けてないから、ね、うん、なんかピアノもでも、うん、体のところに何かつけられていたのが今日は外れるんだってことですよね。そうです。さぞかし痛かったと思います。釘刺されて本当に、はい、釘刺されて、うん、シャーシャーずっと接触して嫌な音がするものをつけられて、うん、だからあんな音してたんだ、ここ。そうです、そうです。よ、いらなかったってことなんですね。全然いらないです、ね、うん。これいつつけたんでしょうね。何十年もだからずっと。そうなんです、何十年前の話ですよね。ねえ、ね、よかったね、本当にすっきりしたと思います。三ツ矢さんがだから来てくれなかったらそのことわからなかったもん。そうですね。うん、黙ってるからね。うん、うん、そう
そこの本当にその元のところにだけ何かがついてたってことなんですね。そうなんですよ。ネズミってね、このちっちゃな隙間から、うん、頭の先っぽ突っ込むと、うん、こうスルッと中へ入っちゃう。うん、それでこういう斜めの針を上がってって、うん、そこをぐるっと回って鍵盤の下に入って、だいたいこの鍵盤の下に巣を作るんです、ね、家の中からティッシュペーパーとか新聞紙とか切れっ端をせっせと運んで巣を作る。本当に、うん、今まで 2,30 回は多分見てます。そんなに、うん、年に1回とか、うん、それぐらい。最近ここ何年か見てないですけど、うん、あ、やっぱ昔の方がってことなんですね。そうです、じゃあ、うん、最近はネズミのいた跡とかっていうのはね見かけるけど、うん、あの古いピアノなんかでもう住んでないねっていうやつを、うん、だからやっぱりネズミが住んでて、うん、あちこちかじった跡のあるピアノは中古の買取屋さんなんかに行くとやっぱり、ね、うん、見かけますよね。うーん、値段下がっちゃいますね。でもあ、ないですね、ネズミ入っちゃうと。あ、ないんですか。うん、値段つかないですね。ですから中古買取屋さん行くと、うん、こういう例えば響板ってこのスピーカーの役割をしてる板とか、はい、これが割れちゃってるやつとか、うん、あとネズミが入ったっていうピアノは、うん、全部横に避けられちゃってます、うん、全然変わるってことだ。価値がもう、うん、もうない、ない。要するに処分するしかないよっていう感覚になっちゃうんですね。うん、まあ、よっぽどヨーロッパのいいものとかだったら、うん、うん、そういう割れを直してね、うん、でまた使おうっていうことになるんだけど、うん、まあ、普通はそうはならない。ならない、はい、あ、よかった。でもうちのピアノ うん、そうなんです。そういう風にはなってないんですね、はい、ただやっぱりこう忘れ去られちゃってた期間が長いんで、はい、サビとカビとあと、うん、やっぱりこう潤いがなくなっちゃうんですね。ですよね、うん、きっと。こうやってちょっとクリームを塗って、二軒みたいです、ね。そうなんです。ちょっと表面のザラザラというかそういうのをちょっとこうやってごまかしてあげる必要が出てきちゃったりとか。うん、乾燥してほったらかされて、そうですそうです、潤いなくなる。そうなんです。年数経つとね。木はまだいいんですけど、こういうこれ、ここは樹脂なんで、はい、樹脂の部品とかやっぱりダメですね。うーん、まあメンテしてあげればなんとか。これ今塗ったのは鹿油って鹿の油なんですね。へえ、うん。ちょっと失礼します。鹿なんだ。お邪魔します。うん。素晴らしい、ピアノ の、 調律とかメンテナンスの専門のトランペット奏者、大昔の話、トランペットなのに三谷さん、はい、よろしくお願いします。なんかそのピアノが結構苦しかったみたい、ずっと何十年も。でそれを一個一個言わなくなったでしょ。本当ですね。うん、固まってたなんか昔、うん、そこにネズミ返しっていうのをつけてたんだって、うん、なんか営業の一環みたいな。うん、それなの、うん、ピアノを購入した後に、なんかこういうオプションサービスみたいなのがなんかあった時代があって、あるんだって。でもそれがちょっとネズミが出ないうちは、うちにとっては余計なものだったっていう。うん、でもネズミが出るうちにはやっぱ必要なものだったんでしょうね。そうですね。と、うん、逆に言うと。ネズミが入らないように。ね。だってそれでボロボロになって価値がなくなったピアノだって。うん、錆びちゃってですね。これは真ん中のペダルの部品なんですけど、う
真っ赤になっちゃってもうこう動けない状況。動けない、はい、まあ、これはちょっと磨いてあげないとうーってなってたねうーってなってたの。今日やっとニコニコに。でも今日は いっぺんにニコニコにしてもらうから、うん、ちょっとびっくりするみたい。やっぱりしばらくあまりに繰り返し、そうそうそう、繰り返し、そういうことです。なんでもうあの3ヶ月か半年ぐらいしたらもう一回 やらない、やってもらわないと、うんうん、なんかピアノのあるうちってあるよね。でもこの ね、 ね、調律とかみんなどうしてんだろうね、うん、いやそんなにきちっとしてるじゃないだから今度三谷さんが来る時に、うん、なんかあのみんなで調律してもらうようにしたらどうかなって。そうそう、うんうん、かけて、うんうん、私も一応ピアノを習ってたんですけど、ね、お、家にはある？家にはない。あのない、なくなった。いとこがピアノの先生で、うんうん、へー、でそこの家でいつも練習してる。あ、そうなんだ。お向かいさんなんで、うんうん、練習させてもらって、うん、あ、そうなんだ、うん、ちょ、うん、ピアノに変えましょうできればピアノがあるといいんですけどね、うん、全然多分弾けなくなってると思います。でも意外とね、なんかこの間歌の生徒さんが、うん、引っ越して広めのところに引っ越して、うん、でピアノをちゃんとあのキーボードか出して弾いたら、昔やってた時のように意外と覚えているもんですねって言ってた。まあ、野球に鍛えます。あ、そうなんですか。それってでも別になんか修理に出したわけじゃないから、うん、なんか、うん、本当に根付いたのか。あ、そうなんだ。あ、だからか、それでつけたのか。だいたいこういう一番端っことか、うん、このテープ、うん、あのこの紐ですね、うん、これとかを切ることがほとんどなんで、ちょっと多分入ったんでしょ、遊びに。そうなんだ、うん、すまなかったけどうん、うん、で多分かじったんだよ。それかじったとこが治ってるってことなんですね、うん、多分そうなんじゃないかな、うん、っていう気がちょっとしました。なるほど、うん、でも大事には至ってないってことなんですか。そうですね、うん、なんか致命的なことにはなってない。なってなかった、うん、紐をかじられただけです。ネズミ入らないようにするには、それで毎日使ってる方がいいかな。あ、まあそうですね、騒がしくてあんまり住みたくない、うん、ね、うん、はい、はい、うん、来てください